こんにちは。今日は9月23日でございます。今日はボディービル大会に出ますっていう動画を撮ろうと思っております。どんな大会に出るかっていうと、10月20日にある神奈川県である湘南オープンボディービル大会っていうものに出場予定です。一応。で、なんでその大会に出ようと思ったかっていうと、もともとジュラシックカップっていう大会があるんやけど、同じ頃に。けど、それに出ようと思った時に、ズーム面談って落ちてしまったので、出られなくなりましたと。なので、その同じ時期にある大会探した時に、その湘南オープンボディビルっていうのがあったので、それに出ようかなと思って、今準備を進めてます。で、大会出るの自体は初めてじゃなくて、5年前にね、2019年に台湾に留学してた時に、一度出てるので、まあ、その前にも一回出たけど、まあ、その辺で一回出てるんで、全くゼロからの、こう、未経験からやりますっていうわけではないんやけど、まあ5年っていうね、このブランクがあったりするので、まあその辺ちょっとどうかなというところです。で、今の体重が、76.6kg、今朝測ったら。で、減量期間が5月20日ぐらいから始めたけん、10月20日でちょうど、まあ5ヶ月ぐらいかなという感じです。まあ、食事制限をしながら、やってますね。炭水化物を減らしながら、まあ、ちょっと上げたり下げたり、ちょっと調整しながらやり方で減量しておりますと。で、その他にも、トレーニングと減量、食事制限と、日焼けとポージング、この4つをね、時間を、合間を見つけて、やりながら、やってます。はい。まあ、ほとんど独学っていうか、パーソナルもやってないし、まあ動画を見ながら、誰かの動画を参考にしながら、やってるっていう感じです。それで9月20日か、先週10日前ぐらいに、チートデイをやったんやけど、結構まあまあを食べ過ぎてしまって、1日で6キロぐらい太ったけん、それをちょっとこう、やらかしをカバーしながら、今減量を進めてるって感じです。大体言いたいことはこれで言ったと思うんで、最後ちょっとだけポージングをね、やって終わりましょう。作業テスト。っていう感じです。まあちょっと大会当日どうなるか分からないし、あれなんですけれども、まあまたね、動画も、まあ前日とか当日の動画撮ろうと思ってるし、その前にもしかしたらなんかの動画撮るかもしれないんで、まあ、これからまた1ヶ月弱、またちょっとやっていきますんで、よろしくお願いします。で、今日の動画はこの辺でと。バイバイ。